ぞ。ハングレ連中がミキコさんを狙っていると知った後、僕は誓ったんです。この人を守れる男になると。だからこの2年間必死にジムに通い、格闘技を習い、実戦を想定した特殊なトレーニングも積んできました。愛する人を守り抜く覚悟さえあれば、気弱だったただの医者も鋼の鎧をまとうことができるのです。分かった。その勝負受けて立つぜ。行くぞ白樺。来い海藤さん。Yeah!
やるよ。暴れるぜ。